家族とかそういう大切なものに、ま、時間を顧みなかった結果でもあると思ってるんですよ。と考えたときに、あの、稼ぐはすごい大事なんですよ。ね、なぜならいわゆる、皆様、どうもこんにちは、こんばんは、こんばんは、株式会社特決営業人情、花井仁です。本日はですね、稼いでですね、しかも時間です。この2つを手に入れる方法ということでね、お伝えしていきます。 で、これはですね、私の価値観です。私のあくまでの価値観なんですけど、このお金と時間ですね。この二つってね、すごい人生において大事だと思ってます。で、どういうことかというとね、これどっちも手にすることによって、いわゆるこの幸せの総量ですよね。え、これが増えると思ってるんですよ。で、これはもう本当にあくまで僕の考えです。で、世の中ね、いろんな考えがありますから、もうすべて正しいと思ってます。ただね、本当私個人の考えで言いますとね、もうあの、いろんな私もトップセールスの方見てきてまして、 まあ自分のね、知り合いでももうかなりやっぱその稼いでらっしゃるトップセーズやっぱりいっぱい知ってるわけなんですよ。まあそれこそね、もういわゆる年収1000万どころじゃないです。もう2000万、3000万って稼いでるトップセースの方、めちゃくちゃ知り合いでいます。ただ、そんな中で,ですね、稼いではいるんですけども、もう本当にね、365日もう不眠不休で、もういつ、もういつ休んでんねんっていう方もやっぱ知ってるんですよね。 もう、いわゆるね、お客様第一主義で、もう電話あれば、もうすぐいつでも出ますし、もうどんな場でもすぐ駆けつけますよ、もう休みであっても駆けつけます、みたいな、こういう営業さんもやっぱいらっしゃるわけですよ。もうね、すごいです。もう尊敬してます。ただですね、僕から見たらなんですけどね、もうなんか、命を削って稼いでるっていう、そんな感じにも見えるんですよ。 で、これ何度も強調しておきます。もう私の考えですけどもね。あの、いわゆる仕事って、まあ、ああの、人生のための仕事だと思ってるんですよね。あの、仕事のための人生ではないっていうのが私のなりの考えなんですよ。まあ、そしてね、幸せなんて自分で決めることだと思ってます。ただ、やっぱりそういう働きしてたら、例えば、まあ、家族との時間はどうしてんねやとか、なんか僕そういうとこで変な心配とかもしてしまうわけなんですよ。 で、僕もですね、いわゆるまあ一般的に言う成功者ですよね。もう成功者ってたくさん見てきてますけどこれ、ね、やっぱ成功者とね、成功することですよね。と幸せですよね。これってまた別物だと思ってます。例えばね、まあこれビジネスでね、言うと、まああの、皆さんニュースでご存知だと思いますがあの、大塚家具の話とかそうですよね。 ま、知ってる方は分かると思うんですよ。創業者の方と娘さんがもうすっごい対立してね、もう、もうものすごい家族喧嘩をしてね、結果も別々の会社になってみたいな、あんな騒動を見てるわけですよ。あれ見ててね、その創業者のお父さんも娘さんも絶対成功者とは見てますけども、ただね、それこそ経営方針が甘くて、もうこの二人がもう絶好してるとか、まあ、ほんまかどうかわかんないですよ。ただ、もう絶縁してしまってるとか、なんか見たときに、なんかすごい寂しい気持ちになるんですよね。 まあ他にはですよ、まあ成功してね、すごい財産は築いたけど、なんか子供が自立した瞬間奥さんから離婚、熟年離婚を言い渡されるとか、こんなケースも見てるんですよね。えー、他にはですね、これはもう稼いでね、えー、一代ですごい財を成した、ただ、もう子供たちがもうね、血肉を争うような本当に財産争いをしてるとか、こんなんですよね。 まあ本当にね、お金って怖いもんでね、人を狂わせるというかね、まあよく聞く話だと思ってます。で、こういう話ってまあたくさんの理由はあると思いますけども、やっぱり仕事に時間をかけすぎて、家族とかそういう大切なものに、まあ時間を帰り見なかった結果でもあると思ってるんですよ。と考えたときに、あの、稼ぐはすごい大事なんですよ。ね、なぜならいわゆる家族のやりたいこととか自分の人生一回きりですからねえ、自分のやりたいことを叶える、これには絶対お金は必要です。 ただ、だからといって、いろんなものね、家族まで犠牲にしてですよ。命削ってまで365日働いて稼ぐっていうのは、これ、あの、素晴らしいことだとは思います。ただですね、僕の中での一番は稼いで、しかも同じくこのね、時間です。これを手に入れるっていうのが私はすごい大事だと思ってます。というか、まあ死に物狂いで働いてね、もう本当になんかもう体をダメにしてしまっては、もうこれ元も子もないわけなんですよ。っていうかもう営業って本当にそれがよく起こりうるんですよね。 で、やっぱりね、人間ですからね、もう絶対限界がどっかであります。まあなんでしょう、こう死ぬ気でやるのなんてもう本当におそらくね、多分続いて2、3年ぐらいなはずです。もうそれ以上ね、続けてもう死ぬ気でやっててもうどっかで心か体かどっかでやっぱやられちゃうもんなんですよ。で、そうやってね、もう元も子もない状態になってしまう人もいればですよ。一方ではですね、まあ稼いで、しかもね、自分の時間もコントロールして、まあ自分のやりたい仕事とかをちゃんと選んでやってる方々もいらっしゃるわけなんですよね。 まあ、いわゆるね、自分の趣味とか、ね、家族に対しても時間もきっちり使えてる人ですよね。まあ、こういう人たちもたくさんいらっしゃるわけなんです。まあ、自分で言うのもなんですけどね、私は、あの、バリバリこっちのタイプの人間です。ね、もうなんでしょう、もっと働けよと言われたらそれまでなんですけども。まあ、私自身、あの、個人事業主ですから、誰かに雇われてるわけではないんですよ。まあ、旅行とかすごい好きなんでね、まあ、年間7、8回はだいたい家族と旅行に行ったりしてます。 で、あとはね、スポーツもすごい好きですからね、高校野球から阪神戦であったりとかね、また F1 とか相撲とかいろんなところにも現地に観戦しに行ったりするんですよ。で、まああのゴールデンウィークとか夏休みとか年末年始ですよね。まあ自分自身にね、えー、まあいわゆる、え次のためにっていう意味でね、えしっかりまあ大体ね、1週間から10日ぐらい、あの、しっかりお休みをいただくんですよ。まあ最近で言うとね、あの娘ちゃんがね、またあの幼稚園に行き始めたんでね、えこれがもう私の最優先事項でもあるわけなんですね。 で、それがですね、もう僕にとっての何よりの自分なりの幸せなわけなんですね。ですが、これはあくまで本当に何度も言います。あの、私個人の考えですけども、この時間とかね、これを両方手に入れるっていうのはすごい大事だと思ってます。そういった意味でね、この二つをね、しっかり手に入れてる営業さんってやっぱ共通項あるんですよ。で、これをね、皆さんにお伝えしていきますね。えー、そしてね、あの、たくさんあるんですけど、まあまあ間違いない共通項として三つありますからね、えー、ぜひ学んでいってください。素欠営業。それでは、一つ目から行きましょう。それはですね、営業マンとしてです。これはね、 単価を上げるっていうことなんですね。まずですね、これがもういわゆる先ほどお伝えした時間とお金です。この両方を手に入れるには絶対やらんといけないことですね。まあ世の中でね、いわゆる薄利多売っていうね、えー、商売の言葉あります。で、やはりこの薄利多売通り安いものだといえば利益は少ないわけなんですよね。ですからその分やっぱりたくさん売らないとダメ、たくさん稼働しないと営業の目線で見るときにたくさん稼働しないといけないわけなんですよ。ですからその分やはりね、時間はなくなっていきます。 これは結果、営業はやっぱりね、それに対して営業活動に時間をかけるということは、いわゆる自分のプライベートの時間っていうのは絶対なくなっていくわけなんですよね。ですからそれをまずね、解消するには絶対まず単価です。これを上げんとダメなんですよ。もう、例えばですけど、30万円の何かコースのものを3本取っても売り上げは90万です。そして、90万のコースのものを1本取っても売り上げは90万なわけなんですよ。 ね、全く同じ90万の売り上げですけど工程としてはもちろん90万1本の方が3分の1の工程で済むわけなんですよね。ですからめちゃこの単価を上げるってすごい効率も良くて、えー、非常に売り上げも上がるチャンスなんですよ。でまあこれね算数レベルの話でねいやそんなん分かってるよって話なんですよ。 で、この話をすると、やっぱりね、いろんな方から、いや、それはわかるんですけども、ね、安い単価でもなんか取るの必死やのに、そんな3倍の値段のものなんて売れるわけないじゃないですかって、やっぱりよく言われちゃうんですよ。ただ、これに関しては、まずはです。まずは30万を今もし売ってるんだったら、もうそれでも構いません。ただね、月に1本ぐらいはその高単価である90万円の商品ですよね。えー、こういうものを、まずは月1本でもいいから、まず取れるようにしていきましょう。で、それにはどうしたらいいかです。これもう絶対です。あの、全現場です。 これまずはですね、全現場必ずです。いわゆるフルセット。最も最高単価のものを必ず提示するってことなんですよ。もう、まずはこれです。もうね、これロボットになってください。何も考えずに、まずは料金説明を、これがまずうちのフルセットですって形で、一番高単価のものから絶対に提案、提示するようにしてください。これね、結果的にね、これやってたら長い目で見た時です。絶対単価上がってます。でね、この普段の単価が低い人ですよね。 こういうね、平均単価が低い営業さんの特徴って絶対あるんですけどね。これはね、お客さんを見すぎてるってことなんですよ。何かというと、お客さんのいろんな話をなんか勝手に想像して、あ、このお客さんでこれぐらいしか無理やろうなとか、あ、このお客さん高単価無理やろうなみたいなね、こういうのを勝手にね、考え始めて、お客さん見すぎてるしまってるせいか、なんかそういう、絶対これ入らんやろうなって、こういう考えになってるんですよ。 まあそこでなんか B2C やったらね、いや最近給料下がっちゃってとか言ったら、あ、じゃあなかなか多分高単価無理やろうなとかですよね。それとかなんか喋ってて、法人で喋ってて、いや今後のこと思ったらね、やっぱ会社の内部留保とかしっかり取っときたいからねとかそんなん言われたら、ああ、じゃあちょっと高い単価は入らんかなとかこんなんですよね。なんかこういうことを勝手に考えて判断してしまうわけなんですよ。で、結局のこのね、あもう無理やろうなっていう単価入らないのってこの判断ですよ。これが絶対的に単価を下げてしまってるわけなんです。 なぜなら最初のね、料金提示、そういう場合ってどうですかってことで、その一番高い単価なの絶対提示してないんですよ。もう低い単価から提示してしまってるケースがほとんどなはずです。で、これはもう心理学的なもので、もう鉄則だと思っててください。何かと言いますとね、低いものを出してから高いものを出したら、めちゃくちゃ高く感じられてしまいます。もうこれはね、ごはっとやと思っててください。逆にですよ、高いものを出してから低いものを出すと、すごい安く、低く感じます。 要するに、高いものを出してから安いものを出これは良い,い比較が生まれているわけなんですよ。ただ先ほどのように逆です。安いものを出した後に高いものが出てしまったら、もう悪い比較でめちゃくちゃ高いやんって思われちゃうわけなんですね。ですからね、このね、フルセット、まあ一番高いものから提示するっていうのはすごいいいことがあって何かと言いますと、これね、あの、もちろん高単価、単価を上げるということとはまたもう一つ。要するに、高いものがダメだったら次に安いものを出すっていう、 これいい比較も生まれて、契約率の観点から見ても絶対上がるんですよ。ですから、何でもです。まず高いもの、一番高単価なものを出して、それで勝負してダメだったら、じゃあ次こういうプランでいかがですかっていう、こっちを提示していきましょうね、ということなんですよ。で、これね、ぜひ皆さんね、やってみてください。あのね、驚くぐらい実はこの高単価が入り始めます。 要するに、まあ多分買ってくれるなと思ってても、とりあえず高単価からまずロボットになって提示する。そしたら、そのまま、あ,あ、じゃあまあそれで買いますわって言ってくれるケース、驚くぐらいあるんですよね。ですからね、まずは、このね、単価を上げるにはですね、もういわゆる自分の偏見や判断、そういったものをすべて捨て去って、もうロボットになって、まず料金設備は絶対フルセット、高単価商品、ここから提示、提案していくってことをね、もう徹底してください。そしてそれがダメだったらですよ、即座にですね、あ、 安心してください。これはですね、いわゆるフルセットの商品ですから、と。ちょっとね、料金的には多分厳しかったですよね、と。そして、ちなみに、〇〇さんもこの商品自体はいいな、とは思ってくれてるんですかね。あ、ありがとうございます。じゃあ、〇〇様にとってのスタートしやすい形で、ちょっと改めて提案させていただきますね。じゃあ、その場合なんですけど、〇〇さんにとってね、ここはね、あった方がいいんですけど、まあ、スタート時点ではなくてもいいと思います。ですから、 こういったプランがありますって言って、ここで初めて安いプラン、ね、えー、低くなったプラン、これを提示してくださいねっていう、この流れです。で、先ほどとしっかり比較を作って、あ、じゃあ先ほどこれダメでしたけど、この日終えたらかなり多分スタートしやすくなったはずですから、ぜひこれでね、もうスタートしてくださいっていう、こういう形で、えー、またしっかり訴求をしましょうねという形です。これをするとね、今までちゃんとその低単価で取れてた子もちゃんと取れます。それプラスアルファ高単価で取れてなかったところが必ず取れてきますね。 で、これにはね、本当に先ほど言いました、もう偏見を捨て去ることなんですよ。これね、実際私が本当にあ、ね、やっぱ偏見って自分も持ってしまってるんだって、本当に実感してることなんですけどね。 これ私ね、たまに言うんですけど、18歳からですね、私はあの、訪問販売してまして、あのー、実はいろんな商材扱ってきたんですよ。いろんな商材扱ってきたんですけど、最もこのね、えー、ピンポンピンポン、訪問販売で一番高かった商材は、あの、B2C で個人売りにですね、あの、グランドピアノなんですよ。だいたい260万ぐらいするグランドピアノを直接ピンポンで即決で売ってたわけなんですよ。 えー、その時にね、よう、ぼいてんこれ我、我私がね、その日にですね、毎日毎日マネージャーが、じゃあ、君ここ行ってね、君ここ行ってね、という感じで、場所振り分けられるんですよ。で、私、その日はね、雨やったんですよ。雨で、あの、堺の方の、大阪の堺市とかありましてね、そこの団地が私、振り当てられたんですよ。 まあ、これ僕の勝手な偏見ですよ。まあ、いわゆる市営団地、まあ、いわゆる団地ですよね。そういうところに住んでる人が、こんな、260万もするグランドピアノなんか買うわけないやとっていう、もうこういう偏見を持ってたんですよ。まあ、でも仕事ですから、もうなんか、しぶ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 、なんかもう1階から4階までこうね、まず4階からピンポンピンポン押してっていうのをやってたわけですよ。そうするとですよ、なんとね、これ結果的に、実はね、その、え団地を2棟回って、なんとね、2軒売れたんですよ。 もう、衝撃でしたね。で、これね、僕、あの、その時もうま、ね、今も無知かもしれないですけど、やっぱ当時も無知でしてね。あの、後々知ったんですけど、やっぱ市営住宅って、まあ、とにかく家賃が安いわけなんですよ。ですからね、なんかもうもちろんね、なんかお金ない人たちが住んでるっていうイメージだったんですけど、全然ちゃいますね。将来のために、ちゃんとそういうところで節約して、将来自分のしっかりとした家を建てるための節約志向の方もめちゃくちゃ多いことを知ったんですよね。 で、またそういう節約志向の方ってやっぱ子供さんのために、将来子供が何かあった時のためにっていう意味でお金を貯められてる方が非常に多いことがわかったんですよ。ですから結果的に、まあそういう家賃にはお金はかけてないけども、子供のためやったらお金を使うってことでね、えー、その2件、あの子供さんのためにってことでご契約をいただいたんですよね。で、これってもう完全な僕の偏見ですよね。しかももうね、なんかもう失礼な偏見でしかないわけですよ。 まあ、ただね、このね、この2件売れたっていうのが僕の中で非常にもうやっぱり人生の方の大きな、えー、いわゆる勉強になりましてね、もうやっぱ偏見だけは持ったらあかんと。ね、どんな人にも高単価、どんな家でもピンポン押すっていうのがもう僕の信条になったっていう、そんな感じでしたね。 ですからね、皆さんもね、これやっぱ時間を手に入れるのは絶対にね、肯定自分の時間を手に入れるという意味で、やっぱり一契約の単価を上げるというのはこれ絶対必須なんですよ。だからそのために、まずはもうビビらずに偏見捨てて、高単価のものから絶対提示してくださいね。ということでした。それでは二つ目です。これやっぱめちゃ大事です。何かというとですね、即決主義に徹するってことですよね。もうこれはね、やっぱ時間という面ではもう明らかですね。もうとにかく即決主義にこだわる、徹底することなんですよ。 これ、もう極論、今日ご契約いただけなかったら、もうご縁はないぐらいで思ってほしいんですよ。それぐらい心に誓って即決に徹してください。で、やはりね、そういう意味では保留はダメですね。なぜならもう当たり前ですけど、時間が倍かかるわけなんですよ。もう当たり前ですね。で、ここが一番のネックですよね。ね、保留でじゃあやるってなったとしても、もう一度もちろんお伺いさせてもらうわけなんで、もちろんもう一度行く。 だけじゃないじゃないですか。もう一度行く、その前後の時間もありますし、また準備したりって形で、もう時間って絶対2倍以上かかってるはずなんですよ。まあ最近でこそね、こう、ズームとかを使ったオンライン商談とかも増えてるのは事実だと思いますけど、まあそこまで浸透しきってないと僕自身思ってます。ですから結局契約になるときはやっぱ直接お伺いしてる営業さんって方がもう絶対大多数なはずなんですよね。 で、やっぱりね、この保留になってしまってるっていうのは、やっぱこれが絶対に時間がかかる。もう一番の時間を失う理由ですよね。ね。で、先ほど言った通り、じゃあ直接お伺いするってなったら準備から時間がもう2倍以上かかってしまってる。時間が結局失われてるってことですよ。まあこれってなんか365日もうあなたのために尽くしますっていうこう熱血営業マンでありがちなパターンですよね、これって。こう本当に揶揄したいわけじゃなくて、僕本当にそういう人たちってね、めちゃめちゃ尊敬してるんですよ。 まあ、いわゆるですね、24時間も常に顧客中心で動ける人ですよね。もうこれね、僕ももう持って生まれた才能ぐらい素晴らしいことだと思ってます。いや、理由はね、僕にはちょっとね、この365日で働き続けるというの僕はちょっとね、本当に難しいと思ってます。ですからそういった意味でね、やっぱこれお金だけでなく、やっぱ時間も手に入れるって考えたときは、この即決主義にこだわるってすごい大事なんですね。まあダメなパターンがね、この人もしかしたらまあここでほんまに引いたら、後で契約になるんじゃないかなとかですよね。 で、まあ、あ、じゃあ、まあ、考えてください。あの、一週間後またご連絡させていただきますね、とか言って、えー、ま、変えるわけですよ。で、また一週間後ね、ドキドキしながらどうでしたって言って電話して、あ、やっぱりあれから考えた結果、じゃあ、やりますって言ってくれて。で、それで契約になるケースってこれってね、もう絶対少ないはずです。これ少ないんですけどね、何が厄介かってね、絶対こういうケースがゼロじゃないっていうところが厄介なんですよ。まあ、いわゆるそういうね、保留で決まっちゃうケースがたまに現れるわけですよね。 で、何がこれ厄介かってね、人ってね、やっぱりね、そういう成功した例を、やっぱりいい解釈してしまうんですよ。そもそもその保留して契約が決まるパターンなんか、もうね、その即決にこだわった時の契約の数から言ったらもう一部の一部、もう終わり相手にはものすごい少ないわけですよ。にも関かかわらずさっき言ったように、このいい解釈なんで、これが良かった記憶として刻まれちゃうわけなんですよ。 ですから、その良かったケースを人ってやっぱりすごい覚えてるもんですから、それを中心にね、次の現場も、この人ももしかしたらここで弾いたら決めてくれるんちゃうかなとか、こういうまあ、スケベ心と僕は言ってやらしいかもしれないですけど、そういう下心が出ちゃうわけなんですよ。で、結果保留を受け入れてしまうっていうケースが多々増えてくるわけですよね。でもこれが絶対ダメです。 で、これね、あの、効率的な時間の話をしてますけど、心理学的にも、即決にこだわった方が絶対契約率で上がります。で、逆にね、保留を受け入れれば、受け入れるほど絶対契約率で下がっちゃうんですよ。で、これ理由は簡単です。心理学的なもんですけど、人はね、あの、いわゆる熱は冷めるんですよ。これどういうことかというと、本当にね、営業ってもう映画と一緒なんですよ。もうね、映画を見たその瞬間が一番感動してるわけですよ。ね、にもかかわらず、次の日、同じぐらい感動してる方、絶対そんなことないわけですよ。 で、これがまさに営業と一緒で、あなたのプレゼンを聞いたときがお客さんは一番感動してるんですよ。一番いいなと思ってる瞬間なわけなんですよ。ね、それが例えばじゃあ考えますを受け入れて、次の日になって、次の日になったらもう絶対感動は薄れてってるわけですね。ですから契約率は下がっちゃいます。ただね、これが薄れにくい人もいらっしゃるわけですよ。10人に1人ぐらいは、なんかゆっくり考えてもこの熱が冷めにくい人っていうのは10人に1人ぐらいいらっしゃるわけです。 この人がたまたま契約になってるっていうだけです。ほとんどの12時、時9人のほとんどのお客様は心理学的には次の日熱はもう半分以下になってるのがもう事実なんですよ。ですから契約率はやっぱ下がっちゃうわけなんですね。ですからそういうね、契約率をから見たとしても絶対に即決主義にこだわることが大事なことなんですね。ね、まあいわゆる昔からよく言われる2回も3回もね、もうとりあえず足を使え、ね、何度も通えっていうのは素敵な言葉かもしれませんけども、もうその分時間はどん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 失っていきます。 ですからね、即決主義にこだわってちゃんと時間も手にしていくべきですし、で、即決主義にこだわるのが何が一番いいかといと結局は営業力がね、絶対上がるんですよ。要するにその日です。もうその日ご契約いただけるのはどうしたらいいかっていうのも、やっぱり考えたらやっぱ営業力って上がってくるわけなんですね、絶対に。考えてみてくださいよ、皆さん。保留を許してですよ。い、ね、いわゆるラッキーを待つ営業マンと、ね、もうとにかくどうしたら今日やったら決めてくれるだろうって考える営業マンの、 一年後って、もう多分全然違う一年後になってるわけですよ。ですからね、これ我々ね、まあ株式会社即決営業っていうね、冠についてるぐらいですから、即決にこだわりましょうとか、そういう会社やからとか、そういうのを言いたいわけじゃないんですよ。自分のですね、いわゆる一年後の営業力、そして自分のお金だけじゃない、この時間を手に入れるためにも絶対に即決にこだわりましょうっていうのは、そういうことです。 ぜひ皆さんね、即決主義にこだわってくださいね。さあ、それではね、最後の三つ目です。これはね、あの、ちょっとね、違った角度になると思います。ちょっと違った角度の話になりますけど、これ三つ目はね、何かと言いますと、個人事業主になるってことなんですよ。これ正直、ちょっと営業力とか、そういうところではちょっともう全然違う話になります。ただ、結論としてですね、やっぱりね、こういうお金や時間、両方手に入れてる営業さんって、やっぱ振り返ると多くの人ってね、やっぱ個人事業主の方がやっぱ多いんですよ。 もうこれを言うとね、なんか優秀な営業さんを抱えてるね、経営者の方々からね、なんか独立を促すなとか、そんなん怒られてしまいそうですけどね。やはりこれ事実ベースで言うと、やっぱ個人事業主の方が時間とかね、これを両方得れるチャンスはやっぱ非常に多いですし、まあ、確実に事実ベースでも絶対そっちの方が時間とかね、手に入れてますよね。まあ理由としてはやっぱ個人事業主ってのはもう完全不愛なんですよ。 ね、もういわゆる成果主義のもう最たるものなわけですよね。私ね、こういう営業コンサルっていうことをしね、仕事にしてますから、年間大体ね、えー、年間100人近くは必ず個別でコンサルさせてもらって、今では多分1000人以上の方の実際の個別でコンサルをさせてもらって、で、あの中にはですね、やっぱりもうこういう仕事してますからね、ぶっちゃけインセンティブとか報酬とかどんなもんなんですかっやっぱ聞くわけじゃないですか。だいたいね、どの業種とかどういう商品が大体これぐらいのインセンティブでこういう仕組みで、だいたいやっぱ聞いてるわけなんですよ。 そうすると、いわゆるね、一般的な営業生、いわゆる、まあ、あの、会社員として所属してる、まあ、固定給があって、それプラス売れた分のインセンティブっていう人に比べて、やっぱり、個人事業主、いわゆる完全部合ですよね。やっぱりね、こっちの方が絶対部合って高いんですよね。まあ、これはもう、あの、一般的な話としても絶対そうやと思ってます。ですからね、このね、時間とかですよね、この両方を手に入れるという意味では、やっぱ個人事業主、いわゆる、そのフルコミッション、完全部合を選ぶというのは非常に効果的なんですよ。 ただ分かってください。これはですね、それだけのもちろんリスクがあるということは絶対です。これ本当にあの世の中に美味しい話なんかやっぱないわけですよ。えー、いわゆるノーリスクでハイリターンなものが手に入るっていうのはありえないわけですよね。 ね、ハイリスクであるから、その分、ハイリターンを手に入れるわけなんですよ。で、これは、あの、私自身もそうですね。あの、18歳からもうずっと個人事業主として、いわゆるフルコミッションの世界のみでやってきてましたから、まあ、やっぱハイリスクですよ。あのね、売れなかったら別に給料ゼロとかじゃないんですよ。いわゆるね、交通費すら、そんなんも出ないわけですよ。名刺とかも自分で準備しないといけないわけですよ。ですからね、あの、給料ゼロじゃないんですよ。赤字なんですよ、売れなかったら。 ねえ、私も家族がいますから、あ、今月あかんかったなとか、こんなんじゃ許されないわけですよね。ですから、これはね、若かてく大変は大変です。ただ、その分手に入れるものはやっぱり大きいですよってことですよ。 で、やっぱりね、このハイリスクに耐えれた人ってやっぱハイリターン手に入れてるなっていうのがね、これちょっとあの、この、ここで僕が言っていいのかちょっとわかんないです。あの、もしかしたらカットされてるかもしれないですけどね。まあこれはあの、本社の方がね、多分チェックしてますから、ね、もうカットされてるか、もしくは本社の人があ OK やったら多分これ流れてるとは思うんですけども。まあ、我々ですね、この株式即決営業で働いてる営業さんはですね、やっぱフルコミッションの人が多いわけですよ。 ただ先ほど言ったね、やっぱそういうフルコミッションがやっぱりね、やっぱハイリスクですから、そういうのが怖くて、まあ怖くてかわかんないですけどね、えー、いわゆる一社員として、えー、いわゆる固定給がもらえて、プラスインセンティブがつくっていう、これ実はうちどちらも選べるようになってるんですよ。で、もちろんですね、私自身はあの、ね、えー、この会社で、いわゆる誰が完全部屋の人で、誰がいわゆる固定給の人でっていうのが、もう僕、僕は知ってるわけなんですよね。 で、じゃあ、このね、どうなってるか、このね、給料形態が違う場合の、もう、売り上げの結果ですよ。まあ、いわゆる去年の1年間とかの売り上げを見たときですよね。これ事実としてです。あの、上位から全てです。上位から全ての営業は、全員、フルコミション完全不愛の人でしたね。 まあこれはもちろん私も含めて、やっぱりね、完全不愛制を選んでる人が上位のランキング全員です。で、その全員のフルコミッション終わってから、いわゆる固定級の人たちがこう続くっていう、やっぱりね、もう明らかに結果としてやっぱ出てるわけなんですよ。まあ本当に綺麗なぐらいこの固定級の人は、このフルコミッションの人に一人も抜けてなかったですからね、実際。これがもうやっぱ真実なのかもしれません。やっぱりね、欠けてるものが違うわけなんですよ。 ねえ、とにかく今月売れなかったらどうしようっていうもうハイプレッシャーを持ってるわけですから、それはその場その場のね、契約率や営業力もやっぱ変わってきちゃうんですよ。で、これは何度も言います。やっぱハイリスクなんですよ。ハイリスク、ハイリターンなんですよね。ですからやっぱそれに耐えきれず、やっぱ心がね、もう持たず辞めてしまう営業さんもやっぱ事実たくさん見てます。そうなってしまったら意味がないですよね。ですからね、この三つ目の個人事業主になるってことはね、もうしっかり自分で考えて、えー、判断してほしいなと思ってます。 ただ事実としてはこのお金と時間両方手に入れるにはやっぱ個人事業主っていうのが最たるものですよっていうことでした。という形でね、この時間とお金を手に入れるということでお話しさせてもらいました。で、もう最後のですね、やっぱ個人事業主になるっていうのはまあまあ手っ取り早いだったら手っ取り早いなんですけど、じゃあこれに対してね、いや,やっぱ不安やなと思う方もいらっしゃると思います。で、なんだったらこれ聞いて、じゃあちょっと振り込みして勝負しようって思った方もいらっしゃると思います。で、そんな方々ですね、いわゆる成功にね、導くね、私自信もあるんですよ。 ですからね、そういった方ね、まずですね、ぜひ我々即決営業のセミナー、これにぜひご参加ください。必ずですね、この時間とかね、どちらも手にする営業さんに変えてみせます。なぜなら私自身も個人事業主でずっとやってきた、えー、自負がありますのでね、どうしたらいいかってやっぱ答えは知ってます。ですからね、えー、必ずあなたの力になる自信もあります。で、ほんまかなと思う方ね、えー、ぜひ疑うな、信じるな、確かめろですから、ぜひまずは一度我々即決営業のセミナーにご参加ください。 ね、で、私以外にもいろんなコンサルタントがいますからね、えー、いろんなに参加してもらいたいんですけども、まあね、ここまで言い切ったね、私の責任ですよね。これはもう私しか責任は取れないと思ってますのでね、えー、ぜひ時間が空くる方はね、私を選んでね、えー、ご参加してみてください。私はですね、大阪で待ってます。またね、あの、ウェブでもやっておりますから、あの、全国からのご参加ね、お待ちしております。即決営業以上、まとめますとですね、この時間とお金ね、ね、えー、この両方手に入れるにはですね、 まず1つ目、そこれはね、単価を上げるです。もう偏見、判断、すべてを捨てて、ロボットによって、まず最高単価ですね、えー。フルセット、ここから絶対提示していきましょう。ということでした。2つ目、即決主義にこだわりましょう。もう保留にしたら時間もね、やっぱ倍かかっちゃいます。契約率も下がります。絶対即決主義にこだわってください。 そして最後3つ目です。個人事業主になるってことでした。やっぱりね、えー、時間お金の両面で見たとき、やっぱり個人事業主っていうのは、ハイリスクですけど、ハイリターンを手に入りますからね。えー、ぜひ考えてみてください。ということでした。えー、そしてですね、このチャンネルでは即決の技術を伝えてですね、営業マンの利益を上げるために日々動画配信しております。えー、この動画見てね、なるほどなと思われた方ね、えー、ぜひまた高評価、コメント、またね、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。人生はですね、一度きりです。二度はないです。ぜひですね、自分の手に入れたいもの、手に入れましょう。 以上、株式会社即決営業、人情派の犬井でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。